いやー、なんで今鳥から出てくんだよ。いやいやいや、フレンがね、フレンが殺した私の腹を裂いてチャイチャイを召喚した。やっぱりマジでイケニーしやっぱね。めっちゃいいダブルキルできたのに。しかもやられるんだよな。え、てかチャイチャイさん、私の腹の中でさ一生モノマネするからやばい。エルデンリングのモノマネ一生やられてて死にそうだ。エルデンリング何？エルデンリング何やるんですか？わかんない。PV の男の声やってた。わかんねえよ。ちゃちゃちゃ、もしや、なんか役職あんの？霊媒師よ。あ、霊媒師なんだ。死人の数がわかります。おー、やっぱりそうじゃねえか、クソ。なんかすげえ近づいてくると思ったんだよ。これなんか高宮、あれ、真城くんは？おーい、え、こっちはなんか近寄ってんの、やだやだやだ、助けてくれ。俺を出してくれ。近寄んないで。心の声。高宮くん。近寄んないで。なんか高宮くんに、なんか俺がここで超絶面白ギャグを言えば突然笑い出すことによって、こいつなんで勝手に突然笑い出してるんだってなって怪しくなって、こいつ腹の中の声を聞いて怪しくなんか笑っちゃったんだね、な、こいつベニカンだってさせることが俺にはできるかもしれない。何かないか。モノマネします。なんかエルデンリングのなんかあのなれなんだなんかあの PV っぽい感じのなんか出します。あんまスロンボンバス、あーなんなんだ、もう出たー、みんなみんなカラトです。うわ、エルデンモノマネ、ね、仕込んどけばよかったな。フレンですか、マシロですか、どっちですか。何ですかこれ、何の収集。あ、いや今のないっすかも。てっきりフレンさん、チャイカさんに殺されてるかなって思って、フレンさんの死体を探しに行こうとしてたんだけど、マリニアのセリフ今のうちに来るとこ。ここで、どっちも生きてて、でチャイカさんが報告してた、してくれたってことは、割とフレンさん怪しく見えてきちゃったんだけど。え、なんで？どういうこと？ I am マリニア。なんでそうなるんですか？そもそも僕ら全員でタスクを順番にすればいいって話だったけど、うん、ついてこなかったから、その時点で安心だよ。違う違う、チャイカさんがなんか怖い目で見れたからついてったら、チャイカさんに逃げられてた。ブレイトマレーニー、逃げられてた、ブレイトマレーニー、逃げられてた、逃げられてた、逃げられてた。今ちょっと、待って、ちょっと言ったな今、言ったな。下水に潜ってどっか行っちゃった。逃げ切られた仕様じゃない、それは。あ、そうね、逃げ切られた仕様。そういう意味で言ったわけじゃない、そういう意味で言ったわけじゃない。でもなんか、すごい一方的に疑われてる。確かに。すごい悲しい。まあ、でもこれ、どっちかやるしかないよね、マシロちゃん、これね。どっちかじゃないともう終われ。タスクが全然間に合ってないから、別に行きたい。毛布のセリフ。まあ、確定だね、二人でいること多かった。うん、多かった。ずっといたから、うん、これだ、二人。あ、むしろ。悪いやつだったらもう死んでるもんね。え、一人しかいないからね。うん、ダブルキル殺されてるはず。でも誰も死んでないよ。トレース。もう死んでないから僕らは怪しくないんだよ。私たちも死んでなくないですか。でもニール、でもチャイカさんも死んでた。